27日火曜日の全国の天気をお伝えします。台風8号は東北の南部に上陸する恐れが出ています。27日の12時からの降水の予想を見ていきましょう。台風の影響により東北地方から関東中部のエリアまで広い範囲で雨の降り方が強まる恐れがありそうです。特にこちらですね、東北地方の南部を中心に雨量がまとまる恐れがあります。大雨に警戒してください。低地での浸水、道路冠水、河川増水などの恐れもあります。総降水量でも多いところで200ミリとなる予想もされています。この後の大雨に厳重な警戒が必要となりそうです。ではここからはアイコンも見ていきましょう。仙台では大雨嵐アイコンが採用されています。その他も関東そして北海道の太平洋側の地域でも雨アイコンが採用されています。台風の影響で広い範囲で雨が降りやすいお天気となりそうです。特に太平洋側の地域では雨風が強まる恐れがあります。波が高い状況は北日本から関東の沿岸3メートルから5メートルほどの湿気となる恐れもありそうです。その他西日本見ていきますと日差しが届くところも九州中四国のエリアでは多くなりそうですね。大阪では雲が優勢でにわか雨の可能性がありそうです。また北海道を見ていきますとこちらも日本海側、東北そしてオホーツク海側と日差しが届いていきます。特に内陸の地域では気温が上がりまして旭川35度の予想、耐え難い暑さとなりそうですね。熱中症対策も万全にお過ごしください。沖縄でも雨のアイコンが優勢となっています。雲が広がりざっと雨の降る可能性があります。外出の際には雨具をお持ちください。各地暑さ対策が欠かせません。また台風の情報、最新の情報も得るようにしてください。